東日本大震災後、福島、宮城、岩手の3県が中心なんですけども、そこの子どもたちをとにかく元気にしていく、まず場所をリリーフさせて海外に出そうっていうのが一番最初で、でそれが去年の夏、ニュージーランド大使とあのご婦人の日本人なんですけれども、サツコ夫人がもうとてもあの接岸してくださって、とにかく子どもたちを海外に出してって、ニュージーランドはとてもいいところだからということで、はアメリカ、イギリス、カナダ、オーストラリアで、それぞれの、日本に今駐在なさっている大使館の大使が本当にあの手をつなぎ合ってくださいまして、で広げていこうと、それで10年スパンでやっていこうというところでやり始めたのが去年の秋口です。はい、で子どもたちをバスツアーで大使館にお招きいただき、そして異文化交流をさせていただいたり、そこでティータイムの経験をさせていただいて、まあ、あのちょっとひととき海外に行った雰囲気を体験してもらうというようなこともしてます。大使館ってそう、震災があって、でその、ニュージーランドに行かせていただく前は、自分がどうやってこの先あの何をしたいかとか、そういう夢みたいなものを持てていなかったんですね。どうしていいか分からない、どういうふうに何をしたいか自分で分からないって言ってたんですが、なんかすごいあのしっかりと自分の夢がつかめて帰ってきて、あの視野もすごく広くなって、であのやりたいと思ったことは行動しようっていうふうに、あのそういう成長が見られて、であのいろんな日本人以外 の, あのところであのいろんなお友達ができたっていうのもすごく自分の中でこう希望っていうか、また行きたいと思えば行けるっていうふうに言ってまして、はい、まあ、世界をまたかけるようなホテルマンになりたいというような感じで、はい、でやっぱり人からいただいたこの感謝の気持ちを自分で返すという、そういう気持ちになったんじゃないでしょうかね。だから本当に人に優しくしたいという気持ちがあると思うんですね、はい、いろんな親切とかもらったじゃないですか、なので自分もそういうふうに人にあの人を喜ばせるような仕事に就きたいというふうに言ってますね。まあ、このプログラムに巡られたのも、まあ、うちの長女がたま、まあ、なんて震災で亡くなったことによって、あのそういう巡り合わせがあったということで、先ほど言ったように息子はもうあの娘に非常に感謝しているという気持ちですよね、はい、で娘の分も一生懸命生きていこうと思っていると思いますね、はい。